HYPEN が、ゴトンエッジミニアルバム、オレンジブラッド、発売を記念したメディアショーケースを11月16日に開催した。まず司会者が登場すると、早速フォトセッションがスタート。メンバーのソロカットの後にグループカットの撮影が続き、タイトル曲、スウィートベノム、うちの人差し指を口元に当てる特徴的なポーズや、グループのシグネチャーポーズで答えた。7人がまとう衣装はスーツにロングコート、襟付きのシャツとシックな雰囲気で統一されており、これまでの ENHYPEN とはまた一味違った姿を見せてくれるのではないかという期待が高まる。改めてリーダー、JUNGWON の掛け声で挨拶をすると、最初にコメントをしたのは最年少の NI、KI。集まった記者に感謝を伝えた後、6ヶ月の間ワールドツアーを回ったり、日本でもシングルを出したりと、ありがたいことに忙しく過ごさせていただきましたが、新しいアルバムでまた一段階成長した姿を ENGENE、ファンの故障の皆さんにお見せできるよう精一杯頑張りますと韓国語、日本語の両方で伝え、続けて JAKE は、新しい姿をお見せできるアルバムなので楽しみにしてくださいと英語でもコメントした。スウィートベノムのパフォーマンスを初披露するため ENHYPEN が一度退席すると、同曲の MV が会場に流れ、そのまま暗転。カジュアルな衣装にチェンジした7人が再び登場した。ステージを見ると、タイトル曲としては今回が初となるイージーリスニング曲になっている分、トラックのシンプルさが彼らのボーカル力を示す楽曲だという印象を受ける。さらに、サビではフォトセッションでも見せた口元に人差し指を当てる振り付けがあり、そこでは全員が立ち止まったまま首のアイソレーションだけでダンスを見せる。ここでもシンプル上に一つ一つの動きの丁寧さ、少ない動きでもかっこいいと思わせる佇まいが求められるだろう。ENHYPEN はこれらの課題を難なく乗り越え、進化した姿を見せてくれた。シンプルなサウンドと振り付けを作ったこと自体が、彼らの実力あってのことだったのかもしれない。パフォーマンスを終えた ENHYPEN が再びステージに戻ると、早速ツアーとミニアルバムの準備を同時に進めてきたと語った SUNGHON。皆さんに愛していただきたいという気持ちを込めて努力しました。記者の皆さんにも僕たちの努力が届くことを願っていますと続けた。さらに、K、ポップボーイグループ史上デビュー最短での東京ドーム公演実現や、サマーソニック2023への初出演など今年の活動を振り返る時間もありつつ、話題は、オレンジブラッドのコンセプトへ。オレンジブラッドでは、君を忘れる罰を受けた少年が、君の存在を自覚し、自分を捨てる犠牲まで覚悟した前作、ダークブラッドのビハインドストーリーが伝えられる。君と再会した少年は、すべての出来事が初めてであるかのようにときめくが、永遠かと思っていた力を失い、世の中のどんなものも無限ではないことを悟る。しかし、少年は生きているこの瞬間に忠実になれという、カルペディエム、カープライムのように、最善を尽くし、君を愛そうとする。オレンジブラッドでは、このような少年の誓いを最も温かい色であるオレンジの光で見せていくのだという。そして、少年と君の物語は ENHYPEN と ENGENE の物語でもある。パンデミック以降、ENGENE に対する感謝と大切さを感じた ENHYPEN は、愛される資格に対して自己疑念や不足感といった闇に直面した。それでも、両者のつながりを邪魔する闇を乗り越えていきたいという思いが込められたミニアルバムに仕上がった。また、タイトル曲、スウィートベノムは、韓国語の原曲に加え英語バージョン、アメリカのシンガー、ベアポークを迎えたバージョンと3つのバリエーションでのリリースとなる。英語バージョンは初めてのトライで、韓国語の歌詞を訳すだけではなく、新しく作詞しました。違う歌詞と歌声を選んで聴ける楽しさがあると思いますと JAKE が語ると、作詞に参加した JAY も、これまでは個人的な感情で歌詞を考えていましたが、今回はチームに合う歌詞を考えながら作詞しましたと新たな挑戦になったことを伺わせた。パフォーマンスについては、JUNGWON が、ENHYPEN といえばダークで強いイメージを思い浮かべる方が多いと思いますが、今回はほのかな色気とセンチメンタルな印象のダンスを用意しましたと説明。SUNOO もポイントとなるサビのダンスを改めて説明すると司会者からリクエストが飛び、JUNGWON と NI、
KI が代表してお手本を見せた。その後は、不完全な愛をテーマにし、プロデューサー、プローグとのコラボレーションを果たした収録曲、スティルモンスターをパフォーマンス。NI、KI が、振り付けの構成が歌の優しい雰囲気を活かしてくれたと思います。モンスターを表現するために、ワイルドでダイナミックな動作をたくさん採用しましたと語った通り、ジャケットの肩を落としたり、余裕を持ってコンパクトなダンスを踊ったりと大人な表情を見せた。スウィートベノムとは対照的なステージになっていることも印象的だった。だが、他のメンバー全員がステージから先に立ち去り、SUNGHON がステージに一人残るラストでは、セイビオー、傷跡いっぱいの私にとって、君は唯一のセイビオーという歌詞にも表現される怪物の傷も想像させるような静かさも感じられる。スティルモンスターのパフォーマンスを終えると、質疑応答へ。JUNGWON が、今作はフルバージョンで聴くともっといいので、リリース日にお時間がありましたら聴いてみてくださいと記者に笑顔でお願いする微笑ましい場面も。HESUNG は、スウィートベノム、韓国語バージョンのレコーディングを HYBE の創業者、ファン支局も褒めてくれたというビハインドエピソードを披露。支局さんの褒め言葉を聞けることはなかなかありません。笑い、非常に厳しい方なのですが、その基準で褒めてもらえた曲になりましたと続けると、メンバーから笑い声が上がった。また、チャレンジ動画を一緒に撮りたいアーティストを聞かれると、HYBE の先輩である BTS やセブンティーン、そして Tomorrow X Together の名前が上がった。HESUNG は、まずストレイキッズの I、N、I、N 先輩と言うべきですかね。個人的に仲がいいので、Tomorrow X Together の BOMGYU、&TAM の EJ も非常に仲がいいので一緒に撮りたいですと事務所を超えた深い親交を伺わせ、SUNON は、振り付けはシンプルで真似しやすいので、多くの方々に参加していただければと思いますと呼びかけた。最後に JUNGWON が、ENHYPEN は海外の人気に比べて韓国国内では収録曲がチャートに入ることが難しいという事実をしっかりと受け止めつつ、そのような指摘も乗り越えて努力していきたいですし、従来通り安住することなく、あぐらをかくことなく、引き続き挑戦していきます。今回のミニアルバムは自信もありますし、クオリティの高いミニアルバムになっていますと結んだ。自らを客観視した上で、今作への自信も体現したショーケースとなった。